ナマステ皆さん。Good morning. おはようございます。スープラバート。スープラバート means おはようございます。アシュトシと申します。And 先ほど、イントロダクション通り、Thank you very much for such a nice introduction. 丁寧なイントロダクションありがとうございます。So, 自分が用語を皆さんの我々の生活に入れて、ゼロストレス、ゼロうつ病とゼロ自殺の日本社会を目指してます。Okay? So, 用具の紹介を少しさせていただきたいと思ってます。So, can you go to next slide? はい。今日はこんな感じでアジェンダになりますけど、最初は PJF の紹介をさせていただきたいと思ってます。はい、next slide, please. はい。So, 我々が When I came to Japan, 日本に来た時にストレスという単語を知らなかった。初めて聞いたんですよ。ストレスは何ですか知らなかったんですよ。それをベースでどういうものかどうかをちゃんといろいろ考えて、活動し始めて、用具を毎日の生活に入れましょうということをやってきました。で、それをインドのモディ首相も国連に国際ヨガの日を提案した時に、我々もその時から活動し始めて、ヨーガ&アイルヴェードを広げましょう。明確なビジョンがなかったんですけど、とりあえずその道に歩きたい感じで、ずっと歩いて、で、インド大使館のサポートもあって、もう法人化しなさいと言われて、去年法人化しました。活動としては、8年、9年かな、やっています。ヨーガを毎日の生活に入れることが大事です。And ヨーガの先生のキャリアプランもちゃんと作っていきたいです。今のヨガの先生のキャリアプランがそんなにちゃんとしてないので、それをちゃんとして、コンピテンシーがあって、ちゃんと評価基準があって、ちゃんとキャリア的にグロースができるように、そういう仕組みを、作りました。で、活動としては毎日ヨガやってます。Okay? So, 1000以上。毎日呼吸法スペシャルヨガセッション。1000日間以上、休みなし、遅れなし、毎日やってます。夜のクラスもやってます。毎月のインタラクティブセッションもやってます。And 国際ヨガの日、毎年やってます。So these are our, some of the 活動。自分はチーフセワオフィサー。セワは日本語とヒンディー語同じ意味です。セワ。So 代表理事やってます。And 田無先生、And ユミさん。ユミさん後ろに、セールズ&マーケティングリーダー、理事をやってます。And our vision statement is,より良い生き方。ジーワンシャリキ、ウナティ、a better lifestyle。So what is yoga?どう思いますか皆さん。どんな感じですか?シンとなってます。Anybody? Okay. So, when I search yoga, 用語を Google で検索してみようかなと思って、英語で検索したんですけど、こういうものが出てきて、なんか、おかしいなと思ったんですよ。インド人として。毎日用語の生活をやって、こう、ウォメンとか、ポーズとか、ボディ、アーサナとか、こう、ウェイトロス。ビーチ、キッズ、メディテーション、ビギナー。こういうのが出てきましたなと思って、これちょっと違うなと思ってます。So again, what is yoga? Now, this is yoga. Okay? Yoga の中に今まで、6ですね、6。この6つのパスがあります。So you can imagine, 我々は山に登ります。Okay? 山を登る。富士山登る。で、最終ゴールは同じですね。みんな最終的に頂上、日本語で頂上と言いますね。行きますけど、ルートは別々ですね。初心者レベルとか、中級レベルとか、上級レベルをいろいろ選びますけど、同じようにここに、こう一番左側のここに書いてる、日本語もちょっと書いてますけど、バクティヨーグからですね。ギャーニヨーグ、バクティヨーグ、カルミヨーグ、ラージヨーグ、ハティヨーグ、マントラヨーグ。それぞれのやり方があります。で、やり方自分で選んで、皆さん自分のやり方選んで、その方向に行って最終ゴールに向かっていくのがヨーグです。So, final destination, 最終的なゴールもヨーグです。そのヨーグ、final destination, 最終的なゴールを向かうために旅、それもヨーグです。So, ヨーグというのはこの大きなことがヨーグです。それもちろんその中にまた分岐されていろいろありますけど、So, this is all overall, 全部合わせてヨーグと言われてます。Okay?で、もっと他のパースもありますけど、これはメインレコグナイズドパーツですよ。メイン今まで、もっとありますけど、これはメインここの中に入るかなと思って、その中にあります。OK? 次。なお残念ながら、この
ポーズ、このアスナのこう8用語の中にこう、ベーシックステップスの中にアスナ、こう、これが用語として広がっちゃってます。今の世界で、this global 世界で、こういうアスナは用語、こう、ポーズイコールヨーグ。ヨガはこれですかみたいな感じになっちゃっています。ちょっと、おかしいなと思ってますね。OK。皆さんも今日の期待で、こう、皆さんなんか、ヨガのポーズの服着て、なんかそういう期待で着ていると思いますけど、ちょっと、がっかりする可能性もあるはありますけど、がっかりしないでください。Actually ヨーグですね。になりますね。OK。最近このマインドフルネスということも出てきたんですね。これもディハーヌの一部ですね。やっぱりディハーヌも禅ですね。座禅の元がディハーヌです。ディハーヌから禅になって、また禅、座禅になりました。だから深く行くとディハーヌになりますけど、その浅いバージョンがマインドフルネス、最近が出てきています。はい。So, yoga is to unite. This is very important. 皆さん覚えておいてください。yoga. yoga is a Hindi word. Hindi 語で、Hindi 語の単語、and Sanskrit 語でも同じ単語使われてますので、yoga. That means to unite, to join, to 合わせる、to connect. That is yoga. 数学でもよく言われている、Hindi 語で数学勉強する方が、2と2の yoga は何ですか ?2 と2の yoga は4です。So, yoga is used as a, yoga という単語は、addition, 足すとしても使われている。So, yoga is to unite. Now, 何を unite する? Body, mind and soul. この体、自分の精神、自分の mind, 頭、全部 know everything, we connect together. そのコネクションの状態になると、we say, we are in yogic state. 自分がヨガの状態にいます。And さっき話した通り、そのジャーニーに行くためのその旅もヨガと言います。道ですね。柔道とか、剣道とか、なんとか道とかですね。それもヨーグと言います。OK? 次。Yes, so this is the history. Now, 一番真ん中に書いてる通りですけど、天竺ですね。So, 私、天竺から来ました。天竺、インドの日本語の名前、and Bharat. Bharat is a old name of India. Bharat means land of knowledge. 知識の場所。That is Bharat. Bharat で生まれて、今まで歴史でこう5000年前から1万年までの歴史が見つかっただけなんですけど、まあそれぐらい古いはあります。もっと古いと言われている人もいますし、どこまで古いかはちょっと私もわかりません。But 結構古いです。インドで、天竺で生まれて、and さっきこう書いて、一番左に書いている、シワですね。アディヨギ。So, アディヨギと言われています。First ヨギ。アディミス、一番最初は、ヨギミス、ヨーグを実践する方ですね。ヨギ、ライフスタイルをやる、生きる人がヨギですね。ファーストヨギと言われています。And Veda is the knowledge, first knowledge text, 知識のある。そこから全部 knowledge が、知識が広がってきたと言われてますので、そこにヨーグの話があります。で、いろんな時代ですね。こう、Veda 時代からまたこう、pre-classical yoga ですね。の時代。and classical yoga. 古典。and then post-classical の時代で、それぞれ渡ってきました。いろんな時代で、ヨーグが渡って、それぞれの時代で何がメインかそういうのが出て、and 今、現在の時代に、今、我々います。我々の現在の時代で、ヨーグはポーズです。ということになっています。はい。次。So again, ヨーグの定義。めちゃめちゃたくさんあります。Okay?Because, 一番最初に話したいろんないろんなルーツとかあります。いろんなパスがあります。いろんなやり方がありますので、みんないろんな定義を使われています。英語で書いてますけど、次ですね。But, ヨーグの定義 is difficult. 説明するのが複雑で、and difficult, 難しい。But, 経験するのがより簡単だなと思ってます。So, 皆さんも自分のライフスタイルに、用語を取り入れることで、1年後自分のこういう定義ですという自分の定義が出てくるかなと思ってます。はい。So, yes. This is my definition. So, I feel, 私の定義、私の経験で、用語は全体の規律、ディスプリンですね。であり、and 体、body and mind を unite します。and a perfect balance. こう、バランス、いい、完璧な、こう、バランスを生み出す。私の、デフィニッションだなと思ってます。多分数年後変わってくるかもしれないけど、今はこのデフィニッションがあると思ってますね。いい感じでいいバランスにあって、何があっても安定している。悲しいことを、
ハッピーのことをなんか興奮しない状態、ハッピーステートがあって、悲しいステートがあってこうあるけど、自分はその上、アッシュステートがあるかなと思ってますね。波がもちろんあるけど、ちょっとあんまり波がない状態と私の定義です。はい、次。So again, ヨーグの最終ゴールはあります。But, side benefits ですね。side benefits。日本語で何と言えばいいですかね。ヨーグの副産物。side benefits。physical body, physical 健康、体の身体的な健康、and mind, 自分の mind、メンタル健康、and 精神の健康が、so, side benefit としてもらってます。So, ヨーグはこれじゃなくて、it's, there's a goal, goal があります。and side benefit として健康的にもなってます。はい。というのがヨーグです。次。Yes. ここまで大丈夫ですか?さっきのスライドまで。なんか質問とかありますか?お、oh, yes, please. ここのメンタルヘルスと精神的な健康っていうのは、なんか日本語っていうか、カタカナ的には同じように見えますけど、どう違うんでしょう?Okay, okay. Actually, this is very difficult because we have the word adhyatma. Sharirik, manasik and adhyatmik. Adhyatmik という言葉がありますよ、ヒンディー語で。その adhyatmik という言葉の他の言語で調べたけど、ないですよ。It's more of spiritual 的になっちゃいますけど、but spiritual という単語に入ると宗教的になるね。それ spiritual じゃないなと思ってますね。For example, さっきこう書いてる。チャリティーやることとか、誰かを助ける、世話すること、それも、精神的な健康の中に入るんですよ。そう、他の単語見つかったら教えます。But example として、いいことをやりましょうとか、社会的なことをやりましょうとか、まあ、次の世代を育てましょうとか、それも、スピリチュアルという、まあ、スピリチュアルじゃないけど、アデハトムですね。精神的な、健康に入ります。他大丈夫ですか? Okay. Next slide. Yes, okay. So, what is the connection between yoga and Ayurveda? So, what is the image, Ayurveda のイメージはどんな感じですか? あ、これ、これね。これ。right? Right? Okay, okay. 私はちょっと詳しく皆様にお話しさせていただきます。Ayurveda というのは、日本のイメージはこの、油照らして、全身マッサージね。オイルマッサージ。それはアイルベーダなんですけれども、実際アイルベーダというのは一つの医学なんです。治療なんです。インドでは今でもですね、大体4割、5割以上の方々がアイルベーダの治療で、健康、長い治療になるんです。最低でも1ヶ月とか2ヶ月とか、ね。ただし、その治療でやったら一生その病気が戻らない。それはインドのアイルベーダなんです。だからインドでアイルベーダーセンターとかほとんど病院なんです。Right. アイルベーダーセンターはマッサージセンターとは違う。ね、ただし、まあ、イメージ的にその油照らすものもアイルベーダーの一つにはあります、ね right. ね。間違いはないです。それでも精神的な病気とか治るものもありますけども、基本アイルベーダーというのは医学なんですね。Right. なりますね。ありがとうございます。So yes, Ayurveda is 医学。Right?アイルウェーディザライフスタイル。詳しくはアイルウェーディについて後ろ、ポスターぜひ後で見てください。結構いいこと書いてますので、自分の生活にも入れてみてください。アイルウェーディは治療、病気にならないもの、ならないようにどうすればいいか、病気になったらどうすればいいか、両方やってますね。So, アイルウェーディコンセプトは、インドの中にこの6つ、6フィロソフィーがあります。Actually, 6のもっとありますけど、二つに分けて、その中に一つがあって、その中にまた six philosophies がありますね。six philosophies 日本語で哲学と言いますね。ダルシャンですね。ダルシャン。six。シャッドダルシャン。その中にこう、チンチャポンチェスチェ、こう、六つあって、その中にサンケー and ヨーグ are the philosophy. So, two philosophy. So, ヨーグは philosophy ですね。さっき話したものは全部 philosophy ありますけど、そのサンケーの中にまた3 Pramana and 2 Metaphysical Principle 中にまた Prakriti が入って Now one click please and Prakriti の中にこの3つが入ってますね今光ってる場所 Panch Mahabhut Trigun and Tridosh この3つのものがアイルベーダの元です
オッケー。ドーシャについて何か聞いたことありますか？トリドーシャ、ドーシャですね。そのドーシャはそのプラクティからそのドーシャになります。オッケー。トリドーシャですね。トリドーシ。トリゴンはサトゥビック、タムシック、ラジシック、ゴンになります。And その元はパンチマハブトですね。次のスライド。パンチマハブトはこれです。So this is the base of Ayurveda。このベースでこの中にまた入りますけど、こう入れてない、こう複雑くなるかなと思って入れてないけど、中にまたこうゴヌが入って、その中にまたどういう動作があります。全部地球の中に、地球、この物理的なものの中に地球とは数とか風とかそういうが繋がっているのは、それはアイルベイドの元になります。はい。Now, interesting fact. 結構面白い。知ってた方いますか？面白いですよね。これ、ヨーガから来たんですよ。ヨーガという駅は。で、ヨーガ駅の近くになんかそういうお寺とかもありますよ。ぜひ見に行ってみてください。So, this is very interesting fact. はい。な感じ。So, なお健康的な話ちょっとしますと、four pillars、四つの柱があります。アハール、ビハール、アチャール、and ビチャール。アハールは一番上、左上に書いてます。That is 食事生活。食事生活のアハールはアイルベイドの元になりますね。どういうものを食べればいいですか？いつ食べればいいですか？アイルベイドについても、これですね。どういうものをいつ食べればいい？後で見てくださいね。ね、どのタイミングでどういうものが多いですとか、どういう性質の人がどういう食べ物を食べた方がいいですか？どういう組み合わせはいいですか？いつ食べない方がいいですか？などが全部アハールに入ってます。ビハール means relaxation。Relaxation is very important. 自分の我々の充電するために、携帯とかこう充電してますね、皆さん。So, 体も充電するね。So, that is also important. 大事です。Vihar means relaxation. Vihar について、うちのボラジは担当してますので、インドのいろんな場所、relaxation のために、行ってみてください。And then, achar and vichar. Achar means routine. 毎日の生活。何時に起きる、何時に寝る、いつから仕事する、いつまで仕事する、仕事ちゃんと終わらして、自分のために時間、設ける、いつご飯食べる。So that routine, 毎日のルーチンが大事です。ルーチンは我々を担当してますので、毎日の用語は、やってますので、ぜひ参加してください。Okay? Then, vichar. Vichar is mindset. 自分の mindset。いい、考え方ですね。いい考え方。いいことをやりましょう、悪いことをやりませんとか、それさっきのこう、精神的な、ヘルトに中に入ります。そう、アチャ、アハール、ビハール、アチャール、ビチャールは4つの柱になります。次。なこれは多分全部のまとめだと思いますけど、写真撮ってください。ね、一番最初に、あと他のサイトとかにも、いろんなパーツがあります。ヨガのいろんなパーツがあります。その中分岐されますとか、その中から健康的につながっているものだけここに持ってきました。一番左上、さっき、この前のスライド、アハール、ビハール、アチャール、ビチャール、ビアワール。ビアワール is also how to behave. Behavior ですね。もう入ってます。で、真ん中の方が、ハティヨーグですね。ハティヨーグの中に、また、シャッカルムですね。シャッカルム means 浄化法。こうさっき話したこうアイルベッドのこれですね。は、シャッカルムの6、浄化法の中に一つです。それアイルベッドとして広がってます。で、自分の、いろんな浄化、自分の体を浄化する一つ今日はやると思いますけど、浄化法があります。中の浄化、なんか水、鼻うがいとか、その浄化法の一つですね。が入ります。で、同じようにアーサナですね。アーサナ is a pose。ポスチャルをやります。で次は、プラナヤムですね。呼吸法。今日ちょっとプラナヤムをやります。Then, band and mudra. Band and mudra もまた次のレベルの、ちょっとハイレベルのものに、テクニックスになりますので、エネルギーを保てて、抜けないようにします。Then, we have meditation. Meditation is dhyana ですね。dhyana に入ります。で、一番右の上に、準備運動として書いてますけど、that is,三つあります。スークシモビアヤム、ストゥールビアヤム、and スーリエナマスカール。皆さん、この、これ持っていると思いますけど、中に、スーリエナマスカールですね。今日ちょっとこれやりますので、スーリエナマスカール、太陽礼拝やります。OK? Then、その後、リラクセーションの中に、また、ヨーグニドラですね。ヨーグのニドラ。means、ニドラ means sleeping。ヨギックスリーピングですね。自分の体をちゃんとアウェアネスになってから、and we will sleep な感じです。で、最後は、まあ、祈りは多分、
正しい言葉じゃないですけど、basically it's a mantra yoga。マントラの中にいろんなサウンドをやります。例えば、とかなんかいろんなマントラでいろんなサウンドでいろんなフリクエンシーでサウンドをやります。出します。そうすることで体の細胞まで響かしていろんなそのサウンドのフリクエンシーとウェーブレンスによっていろんな効果があります。いろんなマントラで体活発になります。いろんなマントラで寝かします。そういういろんなサウンドのテクニックスがありますので、それはまあ、マントラ、ヨーグとも言われてます。それはそれで大きな分野ですね。で、下に書いてるのが、8アングですね。アシュタング。アシュタングヨーグとしても広がってますけど、それも結局ポーズをやってますけど、本当のアシュタングヨーグは、マハルシ・パタンジリ、2500年前。OK? 2500年前。この方が、ヨーグを標準化、スタンダライズ、標準化しました。そのヨーグの標準化で8パーツですね。アシタアング、8アング、8パーツで分けられました。ヤム、こう、ヒンディー語書いてますけど、それぞれ日本語の意味も書いてますので、ヤム、ニヤム、アーサン、プラナヤム、プラテハル、ダーラナ、ディアン、アンド、サマディ。OK? 最初の3つは外的なヨーグやること。OK? 4つですね。ヤム、ニヤム、ヤム、ニヤム、アーサン、プラナヤム。プラナヤムまでは外的やること。右の3つはなること、内的ヨーグ。やることじゃない、なること。And 真ん中、プラテハールは、真ん中のブリッジですね。そこで自分のセンスオルガンですね。自分の目とか耳とか、もうスイッチオフオンできる状態になる。自分でもうスイッチオフ。もう何も聞かない。聞こえないようになる。そのパワーが出てくる。それは、そのブリッジになります。プラテハール。その後、もうなることですね。もう中に入って、all energy is inside ourselves。自分の中に全部入ってます。その状態になりますね。で最後、サマディはまあ、悟り開きましたとよく言われてますけど、まだ私もその状態になってないから、ちょっと説明難しいです。OK? はい。こんな感じかな。時間どれぐらい大丈夫ですか？So, again, これをもう皆さんに渡していると思いますけど、ヨーグの良さ。What are the benefits of yoga? So, 最初はこう、3つに分けてますね。こう、まずはレッスンの後と、数ヶ月の生活、and 数年間どうなるか。で、皆さん自分がどういう問題がもしあれば、なければ一番いい。But if any 問題、どこにあるかちょっと、考えてみてください。それを何ヶ月で良くなるかを、自分のターゲットというか目標を設定しても大丈夫と、だと思ってますね。はい。こんな感じかな。So、一個前いいですか、用語の良さの。ここに当てはまるものありますか？なんか、誰か、これ、あります。直したい。うん。おー、どこに入ってますか？それ。あ、これ？どれ？これ？よ、でしょうね。バランス、感、いいね、いいもんだ、これ。強い骨ですね。OK, OK. 肩が痛い。6ヶ月。6ヶ月。We have a belt system. Belt system がありますね。毎月何日間ヨガやると何帯ヨギです。1ヶ月で10日に分けてますけど、1ヶ月で10日間以内ヨガやると緑帯ヨギ。10日間以上ヨガやると白帯ヨギです。20日間以上ヨガやると、ケイサリー、サフラン色、ケイサリー帯、ヨギです。ケイサリー帯6ヶ月で良くなる。はい。やってみてください。結果教えてください。はい。な感じですね。はい。OK? はい、以上です。So, thank you very much. ありがとうございます。お母さん、ありがとうございました。さあ、それでは、皆さんでお楽しみになれていると思いますので、早速、明日とした引き続き、ヨガに、実際に入っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。Again, so let's practice some yogic techniques together. 一緒にやっていきましょう。OK? 一緒にちょっと、実際ヨガポーズのことをやっている方、手を挙げてください。白帯挙げてください。白帯。月10日間以上。白帯。二人。緑帯、
緑水、1日から9日間まで。OK, got it. So, 最初は、sukshm vyayam から始めます。OK, sukshm vyayam, 足の裏と裏を合わせて、つま先持って、and, 膝を上下。OK, 動かします。背骨、まっすぐできる範囲まで。Yoga is not competition. OK? Competition ではない自分の体をと感じてください。OK? You are going to talk to your body and focus on your breathing. 自分の呼吸にフォーカスしてください。OK? So, ずっと鼻から吸って and 鼻から吐きます。Always.もう口閉じて大丈夫。今日は口で息をしません。口で息をしてる方手挙げてください。無意識的に。OK。So always 意識的に、これからね。意識的に inhale and exhale from your nostril always. いつも。OK? Very good. So sukshma means micro. Vyayama means exercise, micro exercise. 体、三つ体あります。sukshma sharir, sthul sharir and karan sharir. sthul sharir is gross body, sukshma sharir is subtle body. subtle body のために we are doing this sukshma vyayam. はい。OK, ゆっくり座って。手を上に上げてグパグパ強くゆっくりやっていきましょう。OK? Very good.指だけ。OK。こうして手首回してきます。反対側も回します。Very good。皆さん上手ですね。上下。Very good。下。sukshma vyayam。手開いて、肘まっすぐ、指後ろの方に、こんな感じで倒していきます。はい。肘まっすぐ、普通の呼吸。ずっと鼻から吸って、鼻から来ます。右手同じ。肘まっすぐ、指後ろ、普通の呼吸。Very good。左手下の方。肘まっすぐ。Very good. 右手同じ。肘まっすぐ。下の方。普通の呼吸。sukshma vyayam、毎日 sukshma vyayam だけでも大丈夫ですよ。はい、OK。次はグステ。This is my favorite sukshma vyayam。一番好きな sukshma vyayam。グステ、胸の前に合わせます。OK? こんな感じ。指と指合わせて、親指も合わせて、息を吸いながら外側に持ってきます。こんな感じだね。こんな感じ。見えますかね皆さんこんな感じ。OK? こんな感じ。Yes。目の前に。はい。吸いながら外側。指と指離れない。OK? ここまででも大丈夫。もっとできる方ここまででも大丈夫。離れない。ここにプレッシャーかかります。結構痛くなると思いますけど。はい。吸いながら外。吐きながら内。吸いながら外。吐きながら内。吸いながら外、吐きながら内、吸いながら外、吐きながら内、吸いながら外、吐きながら内。オッケー、手を返して外側、外の呼吸、ずっと鼻から吸って鼻から来ます。OK? 吸いながら上。普通の呼吸できる範囲まで。無理しない。伸ばします。普通の呼吸。疲れたら戻して大丈夫ですよ。OK? Not a competition. Very good. はい、戻します。自分が多めにやってるかもしれない。皆さん見てるから。そう、自分が、もういいですだったら、ゆっくり座って、
普通の呼吸、OK? 普通の呼吸、normal breathing, always inhale, ずっと鼻から吸って鼻から吐きます。OK? OK。じゃあ次は、指を肩の上に置いて、肘と肘合わせて、息を吸いながら上。吐きながら下。吸いながら上。吐きながら下。大きく丸を作っていきます。自分のペースでやっていきましょう。吸いながら上。吐きながら下。吸いながら上。吐きながら下。吸いながら上。吐きながら下。後ろから吸いながら上。吐きながら下。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 OK。Very good。次は首の側面部屋をやっていきます。息を吸いながら頭を後ろに倒します。吸いながら後ろ。吐きながら前に倒します。吸いながら後ろ。吐きながら前。吸いながら後ろ。吐きながら前。吸いながら真ん中、吐きながら左、倒します。吸いながら真ん中、吐きながら右、吸いながら真ん中、吐きながら左、吸いながら真ん中、吐きながら右。吸いながら真ん中、普通の呼吸。なお、頭をします。普通に立って、座って、そのままそのまま、手をここに置いて、頭に、反対側に押します、お互い。こんな感じ。頭をこっちに押します。手をこっち側、反対側に押します。普通の呼吸。押すだけ。外から見ると何も変化がない。OK。反対側も押します。普通の呼吸、ノーマルブリーディング。これは首の側面部屋ですよ。首が痛い方が多分痛いだと思いますね。無理しない。はい、OK。後ろも押します。Very good。前もします。はい、OK。次は、自分の足の側面部屋やっていきますよ。やっていきましょう。足を広げて、OK? 足広げますね。左足、右足の上に置いて、足首回していきます。左足、右足の上に置いて、はい。ゆっくり。自分のペースで、普通の呼吸、always inhale, exhale, 自分の鼻から吸って鼻から来ます。反対側も、回します。反対側回して、and focus 自分の呼吸にずっとフォーカスしてください。OK? 次は足をもっと内側に置いて、できる範囲まで。OK? つま先持って、膝持って、膝上、胸に合わせます。吐きながら、吸いながら下。できる範囲まで。無理しない。ここまでできる人もいる。ここまででも大丈夫。ここまででも大丈夫。Okay? ここでも大丈夫。Okay? 吸いな、吐きながら上、吸いながら下。Okay? 無理しない。Again, this is not competition. これはコンペティションではない。これ何年もやってるから同じになるとならないから、心配しないでください。Okay? です。こんな感じでやってみてください。はい、これは何でやってるかというと、次はスーリエナマスカールやりますね。スーリエナマスカールの準備してますよ。Okay、いきなりソリエナマスカラやると、ボキッと、なるかな、まあ、ならないと思うけど、but 一応。はい。次は右足を左足の上に置いて足首回していきます。Okay、日本語でよく準備運動と言われていますね。これは、スークシモビアヤン。スークシモ。because、subtle body にフォーカスしています。Right? はい。反対側も回して、ゆっくり。
So, my expectation is, 私は今期待しているのが、皆さんにこの、もともとあった知識を伝えている。それを持ち帰ってほしい。自分の生活に、取り入れてください。OK? はい。次はまた、足を内側に置いて、つま先持って、膝を上下。上下。自分のペースで、ゆっくり。自分のペースでやっていきましょう。これでも全然大丈夫。全然大丈夫。ここでも全然 OK。Because 今やってるのは、ここの部分を、この骨を柔らかくしようとしてる。OK? これ毎日やれば、1年でもっと良くなりますね。OK? Very good. はい。次足を広げて、足を合わせて足首回していきます。OK? 見えますかね、皆さん。大丈夫ですか？反対側も回します。前後ろ、前後ろ、前後ろ。前後ろ。指だけ。指だけ。足を広げて、ゆっくり。リラックス。So, これで、スクシムビアヤム。We are completing our スクシムビアヤム。So, we started from 手から始めて、then 指もやって、肘、肩もやって、肩こりの方、毎日やってみてください。OK? 肩のものですね。はい。じゃあ、ゆっくり座りましょう。バジラスに座ります。バジラスに。バジラスに means 正座。正座にゆっくり座ります。OK? つま先合わせて、かかと広げて。無理しない。できなかったらゆっくり別の自分の好きなポジションに座って大丈夫。OK? なお、便秘の方はこれ毎日ご飯食べてからやってください。これからスーリーナマスカリやります。OK? スーリーナマスカリ。皆さんこれ持ってると思いますけど、開いてみてください。ちょっと夢中になると時間がオーバーになるので教えてくださいね。あと何分があるか。OK? はい。So, スーリーナマスカリ。This is 太陽礼拝。太陽礼拝だけを今日紹介したいと思ってます。And その後、we will do, some 呼吸法。Okay? スペシャル呼吸法を用意したしましたので、それをちょっと説明というか、一緒にやりますね。スーリーナマスカール、12 steps。スーリーナマスカールについてご存知の方？一人。あとは ?Okay。Okay, okay, okay, okay. Good, good, good. Oh, yeah. Oh, very good. Okay. So, スーリーナマスカール、太陽礼拝。Okay. ナマスカール means ナマステ。太陽。お日様にナマステをしますね。ちょっと体を動かしながらナマステをします。Point is, ずっと鼻から吸って鼻から来ます。OK? 無理しない。ナンバーワン。無理しない。OK? 本当に、please。約束してください。OK? 約束ね。OK? So, 鼻から吸って鼻から来ます。これは、普通は、アーサナ means、このアーサナにも座ってますね。アーサナに座って、普通の呼吸する。それは普通、基本なんですけど、アーサナの。But、スーリーナマスカールで、アーサナ一個入って、息を吸いながら一つに入ります。吐きながら吸い切ったら、次かそこから吐きながら次に入ります。OK? ここ書いてますね。ナマスカーラーサン。その後、吸いながら手後ろ、吐きながら手、上半身前、吸いながら左足前、吐きながらまたこう、5番目のパルバターサン書いてます。また、アシュタンナマスカーラーサン、吐きながら、普通の呼吸、また吸いながら、そのサイクルをやりましょう。OK? 12サイクル。普通にやると1分かかることもある。早めにやると10秒、20秒でもできる。But it's very, 結構エネルギー使います。高血圧の方、見てください。OK? And, 熱の方もやめください。OK? Because 体から結構ヒートを結構温まる。So, 冬は、very おすすめ。It's complete body exercise. 血流が良くなる。Okay? And you will be more productive. And 効率は良くなる。Right? So, 毎日、1回でも大丈夫、20回、2回、10回でも大丈夫、5回でも大丈夫、3回でも大丈夫、毎日やってみてください。So, we will do this. 今日、何回かやっていきましょう。Okay? 大丈夫 ?Okay? Say, okay!Very good. Chalo. So let's stand. Munishai, and yes, 腰の痛みの方もおやめください。
OK? 腰の、because 結構使いますので、腰の筋肉というか、ここ結構使いますね。そう、無理しないでください。大丈夫かな、ここで。これ、こっち側でいいですかね。OK。一回、二回、こっち側。一回、二回、こっち側。OK。OK。そう、マットの前に立ちますね。マットの前に立ちます。OK。普通の呼吸、ノーマルブリーディング。胸の前に合掌。普通の呼吸、ナマスカーラーサン。息を吸いながら両手を上に上げます。息を吐きながら上半身前に倒します。息を吸いながら左足後ろ、上半身上。OK? Very good. No, 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 no. 足、手はこのまま大丈夫。OK? こう説明してる。後ろ。OK? 息を吐きながら左足後ろ。かかとも床につけます。両手、床につけて、膝まっすぐ、OK? パルバターさん。息を吸いながら膝を床につけます。OK? 息を吐きながら上半身を前に持っていきます。胸と顎を床につけます。お尻上。アシュタングネマスカラーさん、普通の呼吸。息を吸いながら上半身上に持ち上げます。ボジャンガーさん。はい。下半身はそのままですね。はい。ボジャンガーさん、腰の痛みの方、この朝にやっても大丈夫。息を吐きながら体を上に持ち上げて、同じように戻るようになりますね。かかと床につけます。膝まっすぐ。はい。バルタさん。息を吸いながら左足前。イエス。上半身上、こんな感じで上見ますね。OK? 次は吐きながら右足前。OK? で、下の方に。OK? 息を吸いながら上半身上に上げて、手も上げて、できる範囲で後ろ、できたらいいけど、できなくても大丈夫。息を吐きながら胸の前に合掌。OK? わかりました。OK? OK? 同じことを何回かやっていきましょう。OK? スーリーナマスカール。マットの前に。And always inhale, exhale. ずっと、鼻から吸って鼻から吐きます。OK? 自分のスピードで、自分の周り見なくて大丈夫。OK? 自分、only you, you, yourself. みんな一人ですと思ってください。OK?OK?OK? Let's do. はい。マットの前に立ちます。合掌。胸の前に合掌。普通の呼吸。息を吸いながら、両手を上に持ち上げます。息を吐きながら上半身前に倒します。息を吸いながら、左足後ろ。上半身上。息を吐きながら右足も後ろ。かかと床につけます。膝まっすぐ。息を吸いながら膝床につけます。息を吐きながら上半身前に胸と顎を床につけます。息を吸いながら上半身上。ブジャンガーサン。息を吐きながら体を上に持ち上げて、かかとも床につけます。膝まっすぐ。息を吸いながら、左足前、上半身上へ。息を吐きながら、右足前。膝まっすぐ。手下。息を吸いながら、上半身上へ。手も上、ちょっと後ろ。息吐きながら、胸の前に合掌。はい、OK。もう一回やりますね。息を吸いながら上、息を吸いながら、両手上。息を吐きながら、上半身前に倒します。手のひら床。息を吸いながら、左足後ろ、目線上。息を吐きながら、右足後ろ、かかとも床につけます。息を吸いながら、膝床。息を吐きながら、上半身前、胸と顎を床につけます。アシュタングネマスカーラーサン。息を吸いながら、上半身上。ブジャンガーサン。息吐きながら体を上に持ち上げて、かかとを床につけます。膝まっすぐ。息吸いながら左足前、目線上。息吐きながら右足前。大丈夫ですか？手のひら床。息吸いながら上半身上。手も上ちょっと後ろ。
息吐きながら胸の前に合掌。はい、ちょっとリラックス。何回やった ?How many? 2? 1? 3? OK。あと何回やりたい?OK、リラックス。リラックス。OK、じゃあ、もっとやっていきましょう。OK? はい、じゃあ、今回ここに言いますね。はい、胸の前に合掌。骨の呼吸、息を吸いながら両手を上に持ち上げます。息吐きながら上半身前に倒していきます。手のひら床。息を吸いながら左足後ろ、目線上。息吐きながら右足後ろ。かかと床、膝まっすぐ。息を吸いながら膝床につけます。息吐きながら上半身前、胸と顎床、お尻上。息しながら上半身前。息吐きながら体を上に持ち上げます。かかと床につけます。膝まっすぐ。息しながら左足前。目線上。息吐きながら右足前。手のひら床、膝まっすぐ。息しながら上半身上。手を上、後ろに倒します。息吐きながら胸の前に合掌。もう一回最後をやっていきましょう。OK? 普通の呼吸。息をしながら両手を上に持ち上げます。息吐きながら上半身前に倒していきます。手のひら床、膝まっすぐ。息をしながら左足後ろ、目線上。息吐きながら右足後ろ、かかと床につけます。膝まっすぐ。息を吸いながら膝、床につけます。息を吐きながら上半身前、胸と顎床につけます。息を吸いながら上半身上。息を吐きながら体を上に持ち上げます。かかと床につけます。膝まっすぐ。息を吸いながら左足前、目線上。息吐きながら右足前、手のひら床、膝まっすぐ。息をしながら上半身上。手も上、ちょっと後ろ。息吐きながら胸の前に合掌。はい、OK。なお、皆さん、寝転がってください。OK? 自分の好きな方向で、寝転がってください。私も寝転がります。ちょっと。疲れました。こんな感じで寝転がって、完全に力を抜いてください。So we call it Shavasana. Dead body ですね。死体のポーズ。ゆっくり皆さん、力抜いて手のひら上。目閉じても大丈夫。閉じなくても大丈夫。自分の呼吸にフォーカスします。どんな感じで息を吸ってる。どんな感じで吐いてる。今日は短めにやりますけど、毎日やるときに5分ぐらい、このままでも大丈夫。ゆっくり自分の体を動かしていきましょう。自分の手のひらをグーパーグーパー。そのまま、寝転がったまま大丈夫。寝転がったままで、足も少しずつ動かしていきます。はい。And、そのまま大丈夫。上見なくて大丈夫ですよ。周りは何かじゃなくて自分のことを考えてください。OK? で、手を上に上げて、手を返して、ちょっと伸ばしましょう。上に、一番上まで。はい、very good。一番上まで伸ばして、yes, yes.OK, very good. はい。これでゆっくり
自分の好きな方法でゆっくり座っていきましょう。OK? Yes. いきなり座るじゃなくてゆっくり座っていきます。Now we will do some Kapalbhati. OK? 息を鼻から吸って鼻から吐きます。お腹にプレッシャーかけて強く鼻から吐きます。こんな感じ。こんな感じでやってみましょう。OK? 無理しない自分の範囲で、できる範囲でやっていきます。OK? 皆さん続けてください。早くできる方は早くやっても大丈夫。ゆっくり、こんな感じ。こんな感じでも大丈夫。1秒1呼吸でも大丈夫。1秒2呼吸でも大丈夫。2秒1呼吸でも大丈夫。自分のコンフォーテーブルなやり方。高血圧。心臓病。妊娠中。生理中。おやめください。OK?それ以外のその方もやってもいいけど、バッてやめてください。OK?、それ以外の方は一緒に。はい。続けていきましょう。背骨まっすぐ、ショルダーリラックス。目閉じても OK、閉じなくても OK。自分の呼吸だけフォーカスして続けていきましょう。お腹痛くなったら少し休憩して大丈夫。OK? 痛くなったらゆっくり。So, I call, 毎日こんな感じで、緑帯ヨギ50回ずつやります。OK? 白帯ヨギ100回ずつやります。ケーセリ帯ずっとやっても大丈夫。毎日10分、20分やってます。ゆっくり、普通の呼吸、ノーマルブリーディング。どのムドラでも大丈夫、このムドラでも大丈夫、このムドラでも大丈夫、このムドラでも大丈夫。OK?このムドラでも大丈夫。自分の好きなムドラで、ムドラいきなりアフェクティブじゃなくて何年もやったらムドラの効果がわかります。ノーマルブリーディング。次は、アヌローム・ヴィローム・プラナヤム。やっていきます。アヌローム・ヴィローム、ナリ・ショダン。OK? ナリ・ショダン。左から吸って右から来ます。右から吸って左から来ます。OK? 右手。こんなムドラ。自分の好きなムドラでも大丈夫。私このムドラ使ってる。他のムドラでも大丈夫。OK? メイン目的は、鼻をスイッチオンオフするだけですよ。OK? 右鼻閉じて左から息を吸います。右から吐きます。手使わなくて大丈夫。手、私一説目のためにやってる。1。そのまま右から吸って、左から吐きます。2、3、4、5、6。こんな感じで続けていきましょう。OK? 自分のページで。左から吸って、右から来ます。ペース合わせなくて大丈夫。右から吸って、左から来ます。自分のペースで、立ってる方もやってみてください。怒りっぽい方、ぜひやってみてください。高血圧が高い方、やってみてください。イライラしたい、イライラする方、毎日やってください。皆さん、自分のページで左から吸って右から行きます。右から吸って、左から行きます。周りと合わせなくて大丈夫。目閉じても大丈夫、閉じなくても大丈夫。
背骨まっすぐ、ショルダーリラックス。ちょっとオーバーになってますけど、もっと5分ください。アヌローム・ヴィローム。続きながら聞いてください。左鼻、右の脳につながってます。右の鼻、左の脳とつながってます。それぞれ活発してます。無理やり。Balancing both 頭、both 脳。Both brain, we are balancing.怒りっぽい方は右鼻がよく動いてます。便秘の方、やる気がない方、高血圧が、高血じゃない、低血圧の方は左が動いてます。Normal breathing 普通の呼吸。次は、ブラムリープラナヤムやります。ブラムリープラナヤムやってからそのままディハーナの方に向かってきます。OK?So, I will also close my eyes. 私も自分の目をクローズします。周り見ないから。自分も周り何が起きてるか全然気にしないでください。Okay? 目をクローズしてください。最後は、こうやりましょうという時までは目クローズ。Okay? 全部のインストラクションこれから私も目クローズしてから言いますので、全然周りどう動いてるかどうなってるか気にしないでください。自分の中を見てください。OK? 自分の呼吸。そう、どんな感じでやるかというと、息を深く長く吸って、こんな感じ。吐くときは、こんな感じ。やってみてください。頭響かしながら息を吐きます。次のページで、はい、続けてください。もっと。立ってる方も、Very good.次は同じことを目と耳を閉じてからやります。OK? 目の閉じ方、指の1本目、2本目、3本目、4本目、こんな感じで、耳のこの部分をして、こんな、この部分をして、この親指でこんな感じ。そうすると周りの音全く聞こなくなる。で自分のペースで3回、5回、何回やってもそのままディハーナの方に向かっていきましょう。OK? 自分のペースで、はい、やっていきましょう。
そのまま目を閉じたまま、目のスクシムベアヤン、目を動かします。目を閉じたまま、左右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 、上下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 、回します。左から1 2 3 4 5、反対側回します。1 2 3 4 5、目を閉じたまま、そのまま手をこすります。手をゆっくり温めて、10回、20回、30回、40回、数えて50回までやると手が温まります。目の上に置きます。置いたまま目開いたり、閉じたり、開いたり、閉じたり、何回か。やります。ゆっくり目を開けていきましょう。この最後のプロセスは3回、4回、5回やっても大丈夫です。今日は1回だけやりました。OK? So, これでちょっと長くなりましたけど、But I think この情報結構いいなと思って、皆さん毎日自分の生活に入れてください。これで、一旦以上になります。Thank you very much. ありがとうございます。